こんにちは、直樹です。今日はね、カーザというね、ホテル、ここサンフランシスコにおります。で、今日はね、私はあの仕事で来てるのでね、なんかでっけえよね。で、ちょっと私土足では上がりたくないのでスリッパ持ってきてるんだけども、やっぱりほら深さがね、アメリカってさ、ヨーロッパもそうなんだけど、日本と比べてね、見えるかな、どう映してんだ私は、ほらこれくらいの高さしかないんだよね。わかるかな、これがいいかな、このタオル、この手だよね、これ私のサイズ、これくらいしかないんだよね。ここあの何あの底なんだけど、これくらい空いてるのは、だからそんなね、深くないや、極めて日本に比べるとヨーロッパもアメリカも、あ、でもなんか品揃えっていうか、すごい綺麗にしてくれてるよ ね。タオルになって、で、私の靴で、こんな感じになってるな。で、今日寒くてさ、っていうか最近ずっと寒くてさ、あのね、ロサンゼルスも、日本人の MK YouTuber のところの夏みたいな感じです、今日も晴天ですとかって言ったりしてるけども、実はそうではないからね。何度も言うように、あのあれですよ、長袖が必要っていうか、夜とか、まあこんな感じ。マリオットが隣にあるね。で、今のフィッシャーマンズワーフというところで、昔動画を撮ったところでもあるんだけども、あ、冷蔵庫もある。あのコロナ禍前はまだまだマシだったんだけど、今はなんか、今も治安は悪くて、とも言われてるよね。まあそんな感じでございます。あのだからね、あの昔のね、何年か前のフィッシャーマンズワーフは私も含めて、あの比較的治安はいいよっていう話なんだけど、まあそれでもまだ比較的治安はいい方なんでしょうね。でもなんか言うように、治安もやっぱりコロナ禍の最中はよくなくなったって話を聞くね。あ、なんだこれ、面白いね。お、この時計も面白いね。で、なんかあのコロナ禍前からね、あのすごい危険なところをね、あの YouTuber がね、ここおすすめですって、おすすめじゃねえよ、あの出張で来てる私ですらおすすめじゃないって、危ないような場所だと思ってるのに、そういうなんか適当なね、危ないこととかね、適当なことを言う人多いんでね、いつも言うようにね、インフルエンザ基本的にはね、まあ、私も結局含めてそうなんだけども、まあ、信じないことが一番だよね。ここのホテルすごい綺麗だよな。ちゃんとあの髪汚くて破いちゃったけども、石鹸とかもこの水回りとかもいいし、お、あとこれはワイヤレスチャージャー、おお、これそのまま置けば使えるのかな、使ってみよう。この私の安っぽい iPhone SE2 でも使えたよ。